どうも、柴犬です。はい。前回の動画に引き続き、レール元の適色ということで、まあ、解説というかね、お伝えをしていきたいなというふうに思います。まあ、お伝えしていきたいなと思いますって言いながら、適色を言うわけではありません。やっぱりこうね、職業で縛ることはできない。まあ、聞く側からする、聞く側とかね、アドバイスが欲しい側からすると、ズバッと言ってくれた方がいいよね、と。うん、でもやっぱり持って生まれてる個性、一人の人間の中でいろんな多面性があります。その中でレールは取り組み方、そのお仕事の取り組み方ということで、何かこの職業って挙げても、その中にもいろんな職業の中の職種というか、それ業務があります。その中のこの業務は合うけども、この業務は合わないということも多々出てきます。なので職業で決める、で縛るのは非常に難しいし危険と思うので、やっぱり何を伝えるか、取り組み方ということで、今日もお伝えしていきたいなと思います。前回は、マイウェイ、マイピー、マイピースだったよ。マイペース、マイウェイ、ピース、ロマン、ヒューマニティ。すいませんね。僕ね、今日これ、まあ、タイミングをこうずらしながら、アップしていきますが、今日はもう一日、これ5本目です。5本目。コンベンション。まあ、どれだけでもどんどんどんネタが出てくるのでね。もう取れるときに息取っておこうと思って。なので、だいぶタイミングずれて配信もするかと思いますが、まだこの動画は2022年の9月の7日、水曜日、今、正午を回ったあたりかなというような感じですが。はい。ということで行きましょう。レール元の適色というか取り組み方。このレールだからこういう取り組みができるお仕事がいいよね、とか。だから何度も言ってる、職業は言いません。仕事の中でこういう取り組み方ができるならば、あなたの能力、あなたの個性発揮してるよね、というようなイメージで捉えてください。ということで、リアリティ。リアリティはですね、リズムで第一。堅実、確実、コツコツというふうなキーワードが出てきます。で、ここだけは明確にちょっとね、ざっくり大きい感じになりますが、職業がちょっと出てきます。公務員とか、銀行マンとかね、公務員。あとは証券マンとか。要は人のお金の管理運用をしていくというのがね、実はこのグループでは出てきます。さっき一つ前の動画のレールはヒューマニティ、ね、産学は自分のある財産を出していく、与えていく、回転させていくというふうなイメージだったんですが、リアリティとか第一のグループは、その預かったものをどう運用させていくか、他人のお金の管理運用というか、それを自分の持ち前の気質、堅実、確実、こと。自分のお金ももちろんだけども、他人のお金の管理運用、それをきっちりやっていく、管理していく、運用していくというのが得意だというふうに言われているというグループになってきます。なのでね、まあ、自分からやりますよというね、リーダーシップを発揮するというタイプではないかもしれない。あくまでも仕事上ですよ。でもそこででも来たものはしっかり、来たものはちゃんとしっかり堅実確実にやっていくよというふうなね、そういう取り組みができるようなお仕事だと楽しいんじゃないかなと思います。そして次は、リズムで言うと鉱脈だから、レールで言うとワイルド。レールワイルドは私がそのタイプです。ちょっとつも欲しい。全力疾走。全力投球。で、さっきというよりも一つ前の動画でも話をしました。子供たちから見る部活のやり方、取り組み方というふうなイメージにもなってきます。私はずっと野球やってきました。私のレールはワイルドです。全力投球。全力疾走。常に後先考えずってイメージです。何を言いたいか。そう。私の辞書にはマイペースという言葉がないんですね。そう、マイペースという言葉間違えた。それがマイペースなんだけども、これ間違えた。で、それが自分のペースなんだけども、だからこれも自分のペースなんです。マイペース。なので何がないかというと、ペース配分という言葉です。なんで配分する必要があるのか。あるのかもわかんない。で、ずっと野球やってきました。初級から全力投球です。画面切れだな。はい。もう、そうです。初回から全力投球なんです。はい。というね。だから、7回、9回投げ切ろうと思ってないですよ。思ってるけども、1球1球が全力なんですね。手抜くとかって。手抜いてるわけじゃない。ペース配分とか。でも私の中で手抜いてる感じになっちゃう。やそれは私としては面白くないし。やる私らしくない。ね。というふうな感じで。ああ、これ面白いですね。ペース配分がない。常に全力疾走、全力投球というね。だから動きながら考える。動きながらやる。常に行動。だからじっとしてるというのは向かないだろうなというのが、この、鉱脈というかね、レールワイルドの方々が。だからじっとしてないと動き回ること、動くことが多いようなお仕事の方が多分合ってるだろうなという気がします。
で次、レールで言うとエリート、リズムで言うと宝石。やっぱり自分磨きというのがキーワードなので、いかに自分を高めていくか、自分を磨いていけるかというふうな感じですね。まあ、そういうのはこの仕事、その取り組み方、そこで自分が磨かれる。で自分の質、品質を高めていくみたいなね。いうようなことがそこ、そのお仕事の中であるんだ。うん。それがいいのかなというんですね。だから自分磨きがキーワードだし、これも自分磨き、あれも自分磨き、仕事の中に自分磨きの要素がいっぱいあるよねっていうふうになるとね、非常に面白いのかなというふうに思います。あれみたいなね。あの、宝石エリートなんか簡単だな、みたいな。まあ、宝石に関しては、ちょっとね、3つ4つ前の動画で、ちょっとね、そっちの方の取り組み方というよりは、その気質の方、許可が欲しいというね、グループ、タイプなので、ね、自分の職場とか様々なところで、やっぱり許可をもらってやる。でも、もう重要なのは、許可をもらえないという可能性というか、一発目から許可くれないよねっていう心に準備をしておくだけでも、宝石エリートのグループは、非常にね、その、目の前で起こる出来事に一喜一憂しない、しすぎない。ということもね、まあ、ちょっと仕事の取り組み方というか、でもそこも重要かなと思います。はい。ただ、許可欲しい。許可欲しい。許可欲しいから行く。でもね、赤手にアドバイスしてから、なんならダメって拒絶されるみたいな。そこも想定ない。そうなるよね。というね。やっぱり、メンタルマネジメント。セルフマネジメントが重要なのでね。そういうふうになるよね。うん、うん、やっぱり、うん、OK、OK。余計に傷つかなくてもいい。ってね。いうような、その心の準備ができておくと非常にいいのかなと思います。あら、何分喋った？あ、まだ6分ね。はい。ということで、じゃあ、引き続き、あと2つか。海洋。レールで言うならば、ユニーク。やっぱりこう、改革派というか、今まであるやり方を壊していく。とてもいい意味でね、まさかゼロにリセットして、またそこに組み立てて新しくしていく。より良くしていこうというのが、レールユニークの方々。だから、5年後、10年後に、それ当たり前になっているよね、というものを今からやっていくようなイメージ。ただ、かっこよく言うと、ネクストスタンダードを作っていく。非常識を常識にしていくというか、そういったグループ。だから、海洋ユニークの個性を持って、気質を持っている人たちは、なかなか理解されないわけですよ。最初から。すぐには。うん。でもそれって、ああって、5年後、10年後にはそれが当たり前だった。そのチャレンジをしていくような。だから、どん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  いろんな、ね、開発というか、より良くしていくための改革をしていくような、という部署というかね、はい、いうようなところで仕事をする。そして何よりも、体験経験。私の動画でいつも見てる人、お、久々に出たそのフレーズみたいな。体感体験経験。はい。が、学びみたいなイメージだった。新しい体感体験経験が積めないと面白くない。もうここからその体感体験経験なんかもしちゃうからですね。それがない。もうそれ以上ない。という仕事は面白くない。なので、変化がある。そういうことの変化というのもすごく重要ですよね。だから、いつもこうね、新しい部署がね、点々とするというか。そういうの、だから、結構公務員に多いんですよ。ね、安定志向のって思いながら、もう海洋ユニーク持ってる人たちって、2年3年後で部署変わっていくじゃないですか。うん。そういう新しいまた経験、新しいまた経験っていうようなことでね、経験値を積んでいくみたいな。それが楽しいと。そういう経験値、ね、こう、で、より良くしていくっていう改革。それが非常にね、自分自身の大きなキーワードというか、テーマになってくるんじゃないかなというふうに思います。そして最後、レールで言うなら、ロジック。リズムで言うなら、アマツヤ。このグループは学者研究者タイプって言われるので、ただ全てに置いてじゃないです。興味持った。それをどんどん突き詰めていくみたいな。ただ、私、その知識情報ってね、それをどんどんとことん突き詰めていけるような、なんていう環境にあればいいだろうなと思うし。また仕事の中でそういうことを学び、それをどんどん突き詰めていくことも、また仕事に役立つような。なんていうふうな感じになっていけばいいのかなっていうのが一つと。で、先の海洋ユニークは壊していく。に対して、ロジックは長く続いている歴史伝統文化、それを守っていくような。だから文化財かとかはでしょ？それから歴史か何かは。その何かを守り続けるというか、うん、いうふうな何かを守っていく。伝統を守るのか、歴史を守るのか。で、そういったことも自分の中のキーワードとして出てくるのか。守るという気質が強いも家族を思い、仲間を思いとかね、そういったつながりも非常に大切にし、守っていくというか。うん。だから、まあね、やっぱりお寺さんというかね、まあ住職の方というか、まあ全員ではないですけども、やっぱそういう気質を持って、ね、そこに生まれる方々が多いななんて、全部もあるんですよ。でまあ、ご縁があって、そういうふうなお仕事をされている方もね、結構やっぱりいらっしゃるなっていうのに、まあ見受けられます。
ということでね、まあ、ざーっとこうキーワードというか、適職というね、取り組み方、こういうことできてると、あなたらしいお仕事の仕方かもね、なんていうね、まあ、ヒントを、まあ、お伝えをさせていただきました。今後の皆さんのヒント、参考になれば嬉しいなと思いますし、また、ぜひチャンネル登録いただいて、これからのね、私の配信を。そして、まあ、過去にですね、だいぶも遡っていろんな動画上げてますので、まあ、いつも通り早口でバーって喋ってますけどね、まあ、皆さんのヒントになれば嬉しいなということで、今回の動画終わります。ありがとうございました。